嬉しいやろ、こんな昼からビール飲めて。ないおととしの8月ぐらいから営業開始しました、ね、ちょうどコロナ禍の中で始めました、ね、やっぱり最初はこのオープンしてお客さんが来てくれたんですけど、やっぱだんだんこう、ね、減ってって、まあ、やっぱりちょっとコロナの効果が出てるのかなとは思いました。今もだいぶ減ってきましたね。なんで今は平日も土日も夜はお店営業してないんですけど、もともと焼肉メインで、その前回の、緊急事態宣言の時にまあ、唐揚げをやりだしたみたいな。たこ焼きはでもまだ今月の頭か先月の終わりぐらいにまだやりだしたばっかなので、コロナのお客さんとの距離感とかも大事だと思うし、やっぱり結局その焼肉英訳に僕は足を運んでもらいたいので、まあ、それが焼肉じゃない他の形だとして、まあ、今やっぱ一番最善なのはテイクアウトのかなって思ってるので、まあ、今できることしようかなと思ってやってます。やっぱり昔からこことんちゃんが有名だったんで、とりあえずとんちゃんを食べまくってほしいんですけど、もう牛タンとかも全然意外と人気で、ハラミとかもみんな美味しいって言ってもらえるんで、誰でも年齢関係なしにフラッと来れるお店がいいですね。やっぱりちょっとお店の見た目がやっぱ古いので来づらいお客さんも絶対いると思うんですけど、こうなんだろうな、誰でもこう一人でも入ってきてゆっくりご飯食べて喋って帰れるみたいな感じの、本当家に帰ってきた感満載の感じでいいんで、そういうアットホームなお店にしたいなと思います。